マリアンナ・デーンホフ、ルイド・シルベストルが、マリアンナ・マグダレーナ・ビエリンスカは、ポーランドとザクセンの統治者、アウグスト教皇の目かけの一人。聖は、最初の結婚に伴いデーンホフは、二度目の結婚に伴い、ルボミルスカとなる。王官僚区内長官、カジミエシュルドビク・ビエリンスキと、財務長官、ヤン・アンジェモルシュティンの娘、ルドビカ・マリア・モルシュティンの間の娘。 兄フランチシェク・ビエリンスキも、区内長官の兼職に至った。両親の邸宅を徒歩つくビエルキ宮殿で、少女時代を過ごし、1703年リトアニア大授従、砲兵隊将軍だったボグスワフ・エルネスト・デーンホフと、最初の結婚時、娘を二人設けた。父も夫も、アウグスト教王の支持する、サンドミエシュ連盟に所属したことから、大北方戦争の混乱を経て、王位を回復した。 アウグストの目掛けとなる話が持ち上がった。1713年、王はそれまでの目掛けだった、コーゼル白爵夫人を宮廷から追放し、マリアンナを新しい目掛けに迎えた。マリアンナは、義兄のワルシャ者フランス大使ジャンビクトルド・ブザンバルド、ブルンシュタットと一緒になって、王にフランス寄りの政策を進め、国政に介入した。1719年には、王の長を失う。 最初の夫とは、婚姻を解消し、1718年にイエジーグナツイ、ルボミルスキ公爵と再婚、間に一男一女を設けた。ありがとうございます。